ロト6で3億2000万円当たったのは本当です。今は送金しちゃダメ。すいません、ダメだこれ。3000万捨てもまだ2億8000万持ってますから。ロト6、宝くじみたいなもの？ええ、自分で6つ数字を選ぶ方式なんです。それで3億2000万も。1等は1億ぐらいなんだけど、キャリーオーバーっつって前に当選者が出なかった分の賞金が繰り越しになってて。へえ。意外と驚かないんですね。うん、驚いてる、すごく。そうは見えないけど。だって私の身に起こったことじゃないし、世の中にはもっと大金持ちの人はいくらでもいるし。そんな大金どうするの？まだ分かりません。お手伝いならいくらでもしますよ。理由の綾乃さんが初めてなんで。そう、もう言わない。すいません。今日大きな出来事が2つありました。投資に失敗して3000万円損したこと。投資の失敗はとてもいい勉強になりました。はい、どこで油売ってんですか？見積書できてるんですか？お願いしますよ。はい、すぐ行きます。オーマイゴーッ、俺の情報網によるとな、グローバル電機の山田課長、今度の日曜日引っ越しするらしいぜ。え、チャンスじゃないですか。え、どこチャンスですか？お手伝いさせていただくんだよ、お引っ越しの。長、交際費は会社の規定で上限3000円です。あとは自腹でお願いします。分かってます。よろしくお願いします。あっちも地獄耳だな。3億2000万円当てた男。ブログにああいうことを書くのはいけませんかね。くれという連中が押し寄せますよ。私たちは寄付をお願いしているんです。いや、奥様がお待ちですよ。早くお帰りになった方がいいですよ。元奥様です。失礼。あっち向いてほい。ああ、遅い遅い。ああ、ごめんね。お邪魔します。うん、ごめんごめん、今日来るはずだったんだよな。やだ、電話したのに忘れてたの。もう携帯早く探しなさい。相変わらず散らかってるわね。お掃除をしてくれる女性はいつになったら現れることやら。まあそのうちね。あいつら盗聴でもしてんのかな。あった。発掘成功。イエーイ。よし、でかした。はい、おいで健太。大切なものはちゃんと首から下げてな。そういった、はい、よし行こうか。 あったわよ、おもちゃ。え、何探してんの？あ、いや、何でも。じゃあ行くわよ、健太。え、もう行くの？うん。もっといる。ダメ、ママ帰ってお仕事なの。あ、そうそう、今度の日曜さ、保育園のバザーなのよ。よかったら来て。はい。ほい。今度の日曜？うん。得意先の課長の引っ越し手伝わなくちゃ。そんなことしなきゃ仕事取れないの？ああ、クオリティで勝負してみなさいよ。まあそれができればね、いいんだけど。相変わらず向上心ないわね。こんなボロアパートに平気で何年も住んでんだもんね。いや、じゃあ行くぞ。ゴー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 。ちょ、パッ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 。ねえ、何？え、なんだよ。何なのよ。びっくりした。あの、どうぞお帰りください。おか、どうぞ。すいません。いや、あの人ね。パパ、バイバイ。おやすみ。
二人組。最近持つといろいろあるのね。でも何するってわけじゃないし。ご主した方がいいんじゃないの。今住んでるとこオートロックじゃないんでしょ。うん。なんで俺お金があるのにあんなボロアパート住んでたのかな。たっぷりだよラッキー。マジだよ。え、目に女は寄ってくるって。彼女はそんなんじゃないよ。と金に困ってるんじゃないかなと思うんですよね。この間なんとかなりませんか。俺見たんですよ、全質屋で。ちょっといいんで。質屋で。もうそういう人じゃないから惚れたんですか。あ、いや立花さん珍しく怒ったからちょっとかっこよかったですよ。からかうね。すいません、マンションを探してて。どうぞどうぞ。家賃はどれぐらいでお探しですか。30万ぐらいで。30万。え、はい、お客さんね、家賃っていうのは年払いじゃなくて月払いです。もうすいません、ここ見てもらっていいですか。2億ございませんでした。2億1000万もお持ちの方だとつゆ知らずにも、今最高級物件ファイルをお持ちいたしますので、ね、お探しのようですが一戸建てはいかがでしょう。いや考えたことなかったですね。一戸建てか。おー、よし、お前ら今日はしっかり働けよう。そこの二人、ということで。なんだそのリアクションは。え、悪いね、わざわざ。いやいやいや、課長の新居を拝見できるなんて幸せだな、俺ら。はい、こんな時に奥様が盲腸で入院なさるなんて大変ですね。こちら、つまらないものですけれども、お引越し祝いに。え、一つ。あー、キャビアか。これはどうも。いやいや、じゃあ段ボール開けて棚に入れてってくれる。はい、作業開始。はい、キッチン入ります。入って入って。いくらしたんですか、あのキャビア。心配しなくたって、特売で3000円のにしたから。いや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 、やられた。失礼します。お手伝いに来ました。あ、やべ、あ、すいません。はい、これはこれはどうも、ご苦労様です。どうも課長。あのいい女たち何なんだよお前。山田課長の部下です。セクハラ禁止ですよ。なるほど。得意先の女にセクハラするかよお前。なるほど。得意先じゃなかったらいいんですか。なるほど。わざわざ悪いね。この人たちだけで十分だったのに。そうですよ、本当に。僕は断ったんだけどさ、この人がどうしても手伝いたいって。当たり前じゃないですか。課長のおかげで私たち。せいや。あ、やっぱり視野で見たの木下さんですよ。え、今日被ってた帽子同じだし。ご苦労様、引っ越しの手伝いさせられて、家の自慢聞かされて。しょうがないよ。あ、お風呂見た。あ、狭かった。全然足伸ばせない。そっか。立花様、どうも、こちらでございます。どうも、どうも、どうも。さあ、いや、さあ、こちらでございます。何？さあ、どうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞどうぞ、こちらでございます。お城の中からのこの眺め、おすすめでございます。このお部屋にぴったりの美しい奥様って。ありがとうございます。家賃いくら。あ、うん、あの120万ぐらい。へえ。ね、それって入居の時いくらかかるの。だいたい敷金礼金で
700万ぐらい。こんな部屋借りようとしてる人がさっきの課長の家見てどんな気持ちで褒めてたの？あ、いや、ちょっと辛かったか。どうして私を連れてきてくれたの？お金に困ってんだったら僕が何とかしますから。はい、あ、すいません、余計なこと言っちゃって。私はそんなに高くない給料で生活してる普通の OL なの。でも街に出れば欲しいものがたくさんあって、でもちょっと買い物しすぎて今月は苦しかったり。でもこれまで自分の力で何とかやってきたの。私があなたとお金目当てで会ってるとでも思うの？え、いやいや、そんなこと。私結構プライド高いんです。あ、分かってます。お金がなくても僕と会ってくれました。金目当てじゃなくて付き合ってくれる人がいるわよ、きっと。真由美先生、もうすぐ終わりだし100円引きセールしましょうか。はい。さあ、100円引きセール始まりますよ。こちらの今から100円引きです。美味しいですよ。先生、こんにちは。ああ、ケンタ、焼きそば食べたい。食べるの？辛い。ママ、この後食事どう？え、30年ローンで家買うことはバカにするような言い方してすいません。35年な。普通のサラリーマンの給料で家買うのは大変なことだと思います。すいません。あなただっていつかは帰るでしょ。無理無理、貯金ってもんと縁がないんだから。あの実は俺。お待たせいたしました、カルビ2枚でございます。おお、なんか最近ちょっと様子がおかしいそうじゃないか。ことがあったら俺たちで何とかするから、正直に言えよ。そうよ、先輩たちこそ困ったら僕が何とかしますから。やっぱ変だ。まあそういう冗談がいるぐらいだ。まあ大丈夫だろうな、うん。おい、これ特上カルビか。うん、普通の。特上にしろよ、グループ1だから。え、あ、なら先に言ってよ。すごい。よし、じゃあ今日は少しカルビ頼むか。特上だ、うん、やった。7,833万円を引き出し、安全を考えると現金でお持ちになるのはお勧めできませんが、何にお使いなんですか？もしもし、立花様、実はですね、あの部屋のオーナー様からご連絡がございまして、取っていただけないかと申しておりまして。え、どうも、急に現金が必要になったみたいで。2億7,000万円でどうか。2億7,000万、あなた様のものになるんですよ。いや、お話だと思うんですけど。来てくれてありがとう。用って何？うん、手伝ってほしくて。何？適当に並べて。すごい、これ全部で2億8,000万。いくよ。
やっぱり別れた女房や先輩に大金持ってること言えなかった。カルビーか、特上カルビーで揉めたり1万円なくして大騒ぎしたり、それが普通なんだけど、ああいう人たちに本当のこと言うとなんか余計にみんなと離れちゃう気がして、気がつくと3億2000万円当たる前よりも一人ぼっちになってて、こんなの、本音で話せるの君しかいなくて、どうして私ならいいの？You're my fantasy.